マノッチです。ペナント日ハム編やっていきましょう。はい、今日阪神戦です。頑張りましょう。今日誰だ登板、ダルビッシュ選手とかかな。応援曲なんだけど、いろいろも送ってもらって送り終わりました。送ってもらい終わりました。ごめん言葉がわかんないけど、いろいろと送ってもらって、どこからだ、ここだここだね、686番から、これ755まで、送ってもらいました。いっぱい送ってもらいました。ありがとうございます。もう設定はしておきました。はい、コメント読んでいきましょう。中田翔 FA ですがどこに行くと思いますか。ホークスが右の長距離砲を欲しがってるらしいのでワンチャンあるかもですね。どこ行くだろうな。まあ欲しがってる条件に当てはまるところって、まあそりゃそうだと思うんだけど、昨日だったかな、なんかヤフーニュースで見たのが、若返りを果たしたいみたいなことをなんか見たんだよね、ヤフーニュースで。ソフトバンクがそれを考え、そこだけを見ちゃうと勝算外れちゃうんだよね。ただなんかソフトバンク取るかもって話はなんかちょこちょこあるよね。プロスピアパワープロやってる人なら送球エラーとかした時必ず声出るよね。俺出てそうだな何かしらのリアクション取ってそうだ。日ハム勝ちパターン、左セットアッパー宮西さん、右はロドリゲス選手、抑えジャスティスで合ってますか。勝ちパターンを見れるほどの試合をしたことがあんまりなくてまあジャスティスはまあクローザーだよね。わからん。今日の試合ひどかったな。前々回巨人戦なんぼ9対1だっけ、なんか そんぐらいだよね。今さらだけど大谷ダルさん入れるの1年終わってからの方がキリいいんじゃないかと思った。あーこれね、キリの良さで言えば確かにキリが悪い。すげえ中途半端なところでぶち込んだからキリは悪いなただまあもう ここから巻き返したいっていう気持ちが勝っちゃったかな俺の中で。エンドランの指示出して見逃し三振は意味不明、野球素人がゲーム作ったのかと思っちゃうね。なんか必ずバットは振れっていうのはなんか俺でもわかるぞ。現実でもよく見たパターン、大敗非完封ペースで9回に一矢報いる、本当の一矢ですけど、そこまで再現性高くなくていいのに。コナミさん、なんかよくあったよね、負けてて最後にちょこっと点取ってただで負けなかったっていう謎のポジティブ思考いやもう負けだからねっていうね、そういうの本当に多かったな。よし行きますか。今日先発誰だ、あの動画撮る昨日か、あーダルさん行くわ。はい、ていうかそうあのね、誰が密室員かもうわけわかんなくなってる俺の中で。あ出したかったんだけどな。今日まるちゃん行こう。あそう、江越くん出そうと思ってたのに出そう。こんな感じでいきますか。はい、守備位置大丈夫だね。はい、いやーサムネクイズさ、前回大皿選手か、多分ね正解者多いなと思って、まだ分かんないけど、まあ、その動画自体アップされてないから、結構簡単だったんじゃないかなと思って。広島であんだけ打力のある選手って言ったら、まあもう限られるよねっていうさ。なんか意地悪い問題出してえな。
似てるか似てるか、ちょっと似てるか。ここの勘違いはなんか起こせそうな気がするな。候補、あ、これダメ。いや違うよな、ここもクイズの出し方は違うよな。もうな、意味もわかんねえよな。いやー、だ、ほんとあれだな、簡単だよな。パッと出てくるかな。あの、ガイアが最初に来てるっていうとこなんだよね。内野手のイメージが強くない？いや、ちょっと行ってみようかな。ま、俺の中で外野が先に来るってイメージが本当にないよ、感じなのよ。実際適性も低いしさ。外野手登録で探した時にあんまり出てこない選手の気がする。ってことで、高浜選手で。はい。よし。頑張りましょう。第2球。ブレーボー！低めボール球打った。加藤、ボールを掴んだ。アウト。勝ち合いですな。ランナーはありません。バッターは2番中野。はい。さあ、5球目。低め。いいですな。まさに日の出るような直球。バッターは3番佐藤。投げた。打ちました。セカンド正面。いいね。一塁へ送る。アウト。スリーアウト。そういえば、あの栄冠クロスなんだけどさ。左の糸。初めて春夏連覇したわ。今クラスがハイノーマルかなんだけど、やっとだ。下のランクの時からね、春夏の連覇でしたことがなかったんだよね。ヤバッチ、動画中初ヒットかい。レフトへのフライになった。中継、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第6球を一塁ランナー自動的に取って、これです。いやー、結構ね、いい当たりなんだけどね。一塁ラン2回の表、まず先にヒットってやつの攻撃に入ります。トップバッターは大山、打ちました。右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト。なんとかね、こう追いつけ追い越せで投げました。流し打ち、清宮取った。まあ、こっからリーグ優勝っていうのはちょっと難しいと思うんだけど、現実味がないと思うんだけど、なんとか A クラスに行きたい。もう選手の追加は人数枠的にできないから。もうあとは運よく覚醒。アイテムの使用もね、ちょっと考えはしたんだけど、まあそこは今のところはなしの予定。右バッターボックスには八地。第4球を投げました。打ちました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者渡辺、初球を打ちました。一塁送球、いや、渡辺、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。よし、ライトへ上がった。ライト落下点、取りました。いや、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックス、9番梅野、第6球を投げた。低め、うん、素晴らしい。ダルビッシュ、ファイターズ、守備はね、全然なんかもう安心して見てられない、問題ない感じだな。バッターはエゴシ、初球を打った。うわー、惜しい。もうそのピッチャーさえ抜ければって感じだったのかな。打順はトップに帰って松本、第4球を投げた。
もうあのさ高浜選手とさ審判の顔グラフィックが一緒に見えんだよな。ランナーありません。バッターは指名打者大谷。次が5球目。投げた高め。どまい。三振。伊藤三安がうなります。試合はこれから中盤4回に入ります。はい、この回の先頭バッターは近本。最初のバッターは内角ボール球打った。ファースト左へのゴロ。いやどう点取るかだな。あとまあ怖いのがどっかでこう一発浴びてしまいそうなのは怖い。投げた。ストレート外れた。フォアボール。バッターは3番佐藤。ランナーほっとく、走るならどうぞだな。第9中野スタート。初球から打ってった。フラフラっと上がった打球はサードフライ。取りました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投球これから5球目。よし。キャッチャー落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。1塁ファイターズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは清宮くん。第1打席はレフトフライに倒れています。打ちました。初球打ち。いやー誰かチャンス作って、もう迷うことなく一発いくから。バッターは4番万波。万波くんがな成績寂しいな。アウトコース高め見逃し三振。ここは3球で仕留められました。打ちました。ファーストの右。マッチ点取れる気しねえな。そのままベースを踏んでアウト。スリーアウト。5回の表これからタイガースの攻撃。さあここで何かを仕掛けてくるようです。第5球。あービッグベースボール持ってるのか。掴んだアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは6番。じゃあ内角と高めは絶対 NG だな。ライナーに倒れています。投げました。外のボール球打った。これはショート真正面アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは DH の渡辺、はい、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。逆らわずに右へ。いいね。一塁へ送る。完璧。好プレーを見せました。スリーアウトチェンジ。最後はいい守り。5回の裏これからファイターズの攻撃に入ります、はい、トップバッターはマルティネス。投げました。ジャストミート。 OK ね。バッチいいね。クリーンヒットです。マルティネスナイスバッティング。絶対ものにしたいぞ。加藤第1打席はフォアボール。第9キャッチャーへのショーフライだ。ふー送りバント失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。高め空振り三振。バッターは9番江越。江越くんピッチャーごとに倒れています。打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。取ってこれで3アウトチェンジ。ファイターズ代打は高浜。出た。第5球投げました。打った流し打ち、はい、これはファースト真正面。清宮一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト。マジ審判だよなグラフィックな。梅野投げました。変化球、はい、空振り三振。ダルビッシュ見事なピッチングです。あの能力隠して顔グラフィックに見せても正解するような。打ったライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで3アウト。顔グラフィックで分かりやすいのは高浜選手、あと阿部慎之助さんとかが分かりやすいよな。阿部慎之助さんに関してはね別に似てねえんだけど阿部慎之助って感じがするよ。ランナーはありません。バッターは指名打者大谷。第3球は打ちました。いやいいですな。大谷いいバッティングを見せます。バッターは3番清宮。これが3度目のバッターボックス。第9大谷走った外れた。ボールを2塁へ。いや無理か。くそくそ。タイガースここは引っ張りに警戒します。2球目空振り。チャンス作りたかったけどな。第3球を投げた。打った取ってアウト。3アウトチェンジ。6回の試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは中野。今日は三振とフォアボール、はい。第6球を投げた。低め外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます、はい、バッターは3番佐藤。今日はセカンド打ちました。ショート右横のゴロ。ショートから2塁送球。セカンドフォースアウト。1塁はセーフ。1塁はセーフ。頑張れ。零殺失敗。投げた。よし。打ちました。加藤うわー初ヒットか。三塁送球。ダルビッシュ
一発は使いたくない。いや、ぶつけるべきだったか。取って、たぶん、うわっ、1対0。では先制のタイガー、チクショノイジ、チクショショートゴロ打ちました。サード右へのライナー、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。さあ第9投げた、初球打った、内野ゴロ、ショートこれは守備範囲内、チクショ。やめない、まだ終わってねえ、まだ終わってねえ。7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のもう使っちゃうか、まあ、溜めといてもあれだもんな。入れてこい。どうせなら当たればホームランの選手に使いたい。フレア、フレア、せめてバットフレア。投げました。アウトコース高め、空振り三振。アルカンタラ三球三振。打ちました。あっと取れない。よし。マルティネス、ナイスバッティングです。バッターは7番加藤。今日はフォアボールとキャッチャーフライ。打ちました。1、2塁。いいね。破った。中継。加藤、いいバッティング。右バッターボックスは8番八千。今日はサードライナーと三振。だが。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、ワンファイターズ。左 F か。第2球。打ちました。1、2塁間の当たり。よし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 。残念ながらダイダーだったね。もうなんか縛りプレイみたいになっちゃうんだよ。カンガロー流し打ちになっちゃった。初球から打ってった。センター方向へ落とせ。掴んでこれで3アウトになります。では改めショート。あ、タコだな。さあここはバッターは代打木南。はい。投球がこれから3球。あ、情熱使わされた。打球はライト右。ファール。追い込んでから投げました。インロー。空振り三振。どうする？バッターは9番梅野。ここまで2打席連続三振。8回の攻撃系使うか。ここからだったら2アウト分しか稼げないもんな。第3球を投げました。打ちました。センターへの打球、センター掴みました。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って、しかも第5球投げました、打ちました。よし。うわ、間に合わないわ、早いわ。一塁セーフ、記録はヒット。リプレイ、左バッターボクサー2番中野。ちょっと、うん。第1球、ランナースタート、打ちました。よし。これはピッチャー真正面。いいね。スリーアウトチェンジ。まあまず情熱な。さあここは監督。いやー。第3球を投げました。空振り三振、バットアウト。松本三球三。どうにかしてくれ。第3球を投げた。ストレート空振り三振。大谷三球三振。バッターは3番清宮。今日はここまで3打数の見逃しの三振。ここは3球で仕留められました。ファイターズ力を及ばず3者連続。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは佐藤。第9球がないよ。打ちました。ちょっとあの密成選手とかいろいろあるけど、9回投げ切ってもらおう。バッターは4番大山。今日4度目のバッターボックス。投げた。高めの。多分密成選手に関しては結構順調出てるはずなんだよね。打った。これはサード真正面。いやー、ないピッチでした。素晴らしかった。あとは点を取ることは。9回の裏、1点を追いかけます。さあ試合の行方を左右。てこい、バットフレア。投げた。初球打ち、ボールはレフトへ飛んでいきました。取りました。伊藤、完封勝利まであと2人。バッターは5番アルカンタラ。頑張って頑張って。4球を投げた。打った。中野ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは6番マルティネス。ファイター向こう一発かい。さあ第9投
投げた。初球を打ちました。1、2塁間。一塁送球アウト。試合点取れねえわ。伊藤見事な完封勝利。ファイターズ1点差に届かず。厳しい。厳しい。再開か再開か今。まあ巻き返しか。頑張ってな。もうオート進行の時に期待だよね。ちょゲームの仕様上なかなか点取れんから勝つのが難しい。オート進行の時にどうにかしてもらおう。頑張ってもらおう。できればな、次の日休みって時に大谷選手に投げてもらいたいよね。ちょっとごめん、今ここスキップしながらやっていい？で、次の試合を大谷選手投げてもらって、で休ませて、スタミナがどうなるのかというか、そこが見たいかな。まあ打順はいいや。おい解消。はい、ジャスティス。いや、あの清宮君なんかすげえ乗っかってきたけど、ジャスティスみたいに響きがいいものがないんだよ君には。で、次の日やって、でここで、あーいけるな全然いけるなバッターとしてな。あーそっか、明日じゃあここから取るか。向こう誰だったピッチャー。あーはい、いけるな。明日ここ取るね。この試合取るわ。はい、終わり。さよなら。妄想症か。